中条隆則は日本の実業家、朝日ビール株式会社名誉顧問。1927年5月3日、長野県萩島郡森村に生まれる。八代中学卒業後、帝国陸軍の現役兵下将校を目指し、陸軍予科士官学校に第60期生として入校しさらに本科に進むが、第二次世界大戦敗戦により陸士は平行となる。戦後は、 旧制松本高等学校門下をつるいに進み、1952年3月に学習院大学文政学部政治学科を卒業。同年4月、アサヒビール入社。東京市店長、取締役、大阪市店長を経て1982年には常務取締役営業本部長として、アサヒスーパードライ作戦を実行し、1988年に、 代表取締役副社長。1990年、同社市会社のアサヒビール飲料、代表取締役会長に就任し、1998年、名誉顧問。社団法人日本国際青年文化協会会長、日本戦略研究フォーラム会長、国家基本問題研究処理事、日本会議代表委員、同大経済困和会副代表幹事を務めた。任意団体。 日本教育再生機構の賛同者。2014年12月24日、呼吸不全のため死去。87歳没。理想を失った民族は滅びる。すべてを物の,の価値に捉えて、心の価値や豊かさを忘れた民族は滅びる。そして、自国の歴史を忘れた民族は滅びる。機構を称するが法人格は持っていない。中条鷹則氏志居時事。 ドットコム2015年1月7日過去のモーニングセミナーから笑顔、日本人よ、歴史と公を取り戻せいくつ知ってる本当は言っていない名言たち、リンク集。ありがとうございます。